古典力学のニュートンの運動法則の3番目で説明されているようにすべての力はペアになって生じ1番目の物体が2番目の物体へ力を及ぼすと2番目の物体は最初の物体に等しい反対の力を及ぼす第三法則はより一般的にはすべての作用に対して常に等しい反作用が存在するまた二つの物体の相互作用は常に等しく 反対向きであるという。どちらを作用とし反作用とみなすかは任意である。二つのうちいずれかを作用とみなすことができるが、もう一つは関連する反作用である。あるものが地面に力を及ぼしているとき、地面も反対方向の同じ力で押し戻してくる。バイオメカニクスなどの応用物理学の特定の分野では、この地面による力は地面反力と呼ばれ、 地面にある物体による力は作用とみなされる。誰かがジャンプしたいとき、その人は地面に負荷的な下向きの力を加える。同時に、地面は人に上向きの力を及ぼす。この上向きの力が人の体重よりも大きい場合、上向きの加速が生じる。これらの力が地面に垂直である場合、これらは垂直力とも呼ばれる。同様に、車両の回転する車輪は、 地面の横切り、後方に滑ろうとする。地面があまり滑りにくい場合、これにより地体の摩擦力が生じる。車輪による地面に対する後方への作用と、地面による車輪に対する前方への反作用である。この前方への力が車輪を進ませる。太陽と地球のように質量に極端な違いがある二つの物体。赤の X は重心を示す。地球は、 他の惑星同様太陽を周回する。これは太陽は行進力として働く引力を及ぼし、この力がなければ宇宙に飛び出してしまう地球を保持しているからである。太陽の引力を作用とみなす場合、同時に地球は太陽へ引力を及ぼしている。地球の引力は太陽と同じ大きさであるが反対方向である。太陽の質量は地球の質量よりもずっと大きいため、 普通太陽は地球の引力に反応するようには見えないが実際にはアニメーションで示されるように反応している両方の天体の結合した運動を説明する正しい方法は両方とも結合した系の質量中心の周りを周回するというものである地球上のあらゆる質量は地球の重力により引き下げられるこの力は重量とも呼ばれ対応する反作用は 質量が惑星に及ぼす重力である。例えば、物体が吊り下げているケーブル、下の表面、浮かべている液体により指示され静止したままであるとき、上方向の支持力もある。この支持力は、等しく反対の力である。これは、ニュートンの第三法則によるものではなく、物体を静止したままにするために、力のバランスを取る必要があるからである。この支持力には、 反作用もある。物体は指示ケーブルを引き下げるか、指示面や液体を押し下げる。したがって、この場合、等しい大きさの力が4つある。ニュートンの第三法則により、解1と解2は等しく、F3 と F4 についても同様である。物体が均衡状態にあり、他の力がかかっていない場合にのみ、解1と F3 が等しくなる。質量が バネからぶら下がっている場合、前で考慮した事項が適用される。しかし、この系が乱された場合、質量が上下に振動を始める。これらの加速のため、観測される速度変化には、ニュートンの第二法則から、賞味の力が原因と結論づけられる。質量を引き下げる重力は、この時バネの上向きの弾性力とは、等しくない。前節において、回一と、 F3 が等しくない時である。しかし、回1イコール回2と F3 イコール回4は、ニュートンの第三法則より真実である。作用と反作用という用語には、作用が原因であり、反作用が結果であるかのような因果関係の誤解を招くしさがある。それゆえ反作用力は作用力が原因として存在し、作用の後しばらくして起こることさえあると考えやすいが、 これは誤りである。力は完全に同時であり、同じ理由でそこに生じている。力が人の意思により起こされる場合、この意思的に起こしたことはしばしば非対象の原因となる。ここでは、プレイヤーのボールに対する力は作用で、ボールのプレイヤーに対する力は反作用とみなされる。しかし、物理的には状況は対象である。ボールと プレイヤーにかかる力はどちらも近接性により説明され一置単位の接触力が生じる。この近接性がプレイヤーの決定により起こされるということは物理的分析とは無関係である。物理学に関する限り作用と反作用のラベリングは反転させることができる。物理学の教育者がよく観察する問題の一つは学生がニュートンの第三法則を 同じ物体に働く、等しく反対の力の位置体に適応する傾向があることである。これは誤りである。第三法則は二つの異なる物体に対する力を指している。例えば、テーブルの上にある本は、下向きの重力とテーブルによる上向きの垂直力を受ける。この本が加速していないことから、ニュートンの第一法則、第二法則に従うとこれらの力は、 厳密に均衡をとっていなければならない。従って、等しく反対である。しかし、これらの力は常に等しく強いとは限らない。もし本が3番目の力で押し下げられたテーブルが傾いたテーブルと本の径が加速するエレベーターにあるなどの場合にはこれらは異なるであろう。3つ以上の力の場合には、全ての力の合計を考慮することでカバーされる。 この問題として考えられる原因は、第三法則が、しばしば省略された形 4Every Action The e an e q u a イコール &Opposit Reaction で述べられていることである。ざっくり言うと、つまり、これらの力は二つの異なる物体に作用する。さらに、重量と垂直力の間には因果関係がある。物体に重量がなければ、テーブルからの支持力は生じず、重量が、 支持力の強さを決定する。この因果関係は、第三法則によるものではなく、境内の他の物理的関係によるものである。よくある間違いの一つは、物体が受ける、遠心力は物体にかかる、更心力に対する反作用であるというものである。物体が同時に更心力とそれと等しく反対の遠心力の、両方の力がかかった場合、合力は消滅し、物体は、 円運動をすることができない。遠心力は見かけの力もしくは擬似力と呼ばれることもあり、そのような力は計算や測定が非完性基準系で行われた場合にのみ現れるものである。ありがとうございます。